散々常に打たれパスしたらここをカッティングしたりとか、まあ、スクリーン行ったりとかもしくはアウェーね離れていってちょっと場所変わってこの人がこうスリー狙いに行くとかここ飛び込んでいくとかでまあ、はい、ミートして、はい、なんかしてみスクリーン来るかあっち行くかそう切れて向こう行ってもいいよっていうふうにオフェンスはフリーで攻めるんですけどもディフェンスのさっきやった練習でディフェンスの一人一人の人は例えばケイラはここでボール持ったらまあど真ん中でまあちょっとここやとしたら こっちで決めたらこのゾーンの中に入れないななのでこのゾーンの中に入れないターンしてもそう足下げないもう一回やってこっちにこう来たらこのゾーンの中に入れないターンしてもそうそうそうこうやっていくでユージのとこにボールが入れユージもそうショーダーそう入れないそう頑張るんだけど抜かれそうになったらそこなりそうカバーいかんとあかんと出てくるなほんでそこが行ったら誰が空いてる向こう下がらないんで向こう向こうボール、はい、ボール出せほんでケイナが行ったら今度人変わらないからなケイナもうついてられへんからそうやってチェンジするとかね例えば、はい、戻ってきて そのままでいいよそこもそうやしこっちもはいなケイナも同じようにそうそっち行かせないんだけどもお前出てたかは行かせないけどパパが一緒に入るそっち抜かれへんかったら持っといてあげる抜かれへんからそう次の人が入れないもう入れないケイナそこ挟んでもいいよ挟んでもそんなところ挟んで向こうがそうそうそう二人ビタッとビタッともっとビタッと寄ってみそう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 したら嫌がるよほな返さない返したらどっちかまた出てきてこういうふうにおね押さえてで抜かれそうになったら押さえるでもお前分かったという感じでオフェンスはフリーでやっていいんでディフェンスを抑えて、取ったら攻めで、次ディフェンスやってオフェンスやって並ぶという感じでやりましょうか2年生とコーチとそっちか1年生こっち交代していこうはい